Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de En una Capón. Soy En. リョウです。ソショウ。ドラゴンボールのスペイン語吹き替え版。リアクションしてくださいとコメントが来てたので、いやこれ面白そうと俺思ってた。そうだね、コメント読んだ瞬間、うわこれ絶対やりたいわと思ったから今回はやっていくんですけど、スペイン語版とは言ってもどうやらスペイン版とラテンアメリカのスペイン語版違うらしくて、今回はね日本語スペイン版あとメキシコ版の比べてみたって動画を見ていこうと思います。それでは見ていきましょう。フリーザ編ですね。一番面白いとこね。そうだね。だから今回はこうやって日本語版、スペイン版、メキシコ版で、右下は多分カイのメキシコ版、ホームホームカイ。英語版は多分見たことあるからわかるけど、スペイン語版って多分どれも見たことあるからわからない。初めてだ。長いんだよな。そう、アニメのドラゴンボールって長いんだよ。まあでもこれがそのドラゴンボールにおいての始まりであるからね。そうね、これはアニメ、全アニメ屈指の名場面。そうですね。スペイン語、他の国ではどんな感じに吹き替えしてあるのかってことですけど、これはね、僕らも日本語版だよね。そう、このフリーザの何が絶妙なんだよ、本当に素晴らしい。めっちゃ好き。これがスペイン版ね。スペイン版ね、はいはい、はい、声がもう声が悟空じゃね。確かに野沢雅子じゃないんだよな。音変わってる。音も違う、うん、違うね、ちょっと違うね。音違うよね。違うね、音違ったね。なんか物騒な音がないからさ、あちょっと静かだったよね。そう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 、スペイン版の方が音なんか問題あんのかね、著作権。でも映像は1ミリも変わってないな。映像は見てる。声がマジ声がやっぱ違うね。違う、違和感、違和感あるね。女じゃん。ご飯は女やん。フリーザの声めっちゃ気になるな。確かに合ってないんだよな。起きた声が。いやー誰誰誰あのね、俺今ちょっと聞いてみて思ったのは、悟空の声ちょっと高すぎるような気がする。あまあまあまあ、普通の悟空の時の声はあれでいいかなと思ったの。でもちょっとね、このスーパーサイヤ人になる直前はさ、だって日本語版も低めだったと思う、悟空の。そうだね、そうちょっと高いって思った。ちょっともう一回聞いてみていい、はい、うん、高くない？高いって感じが、クがないんだよね。普通にううって言ってる感じ。歯食いしばってる感がないね。ないね。そう。下手くそかよ。フリーザがね、ちょっとひどいな今。ひどいねフリーザ。って普通の人間の声だ。そう。しかもね、あのちゃんとした単語じゃないの。普通にだったフリーザ。日本語版だとね、何。本当は何だ、何じゃん、何ってさ、日本語知らない人も結構知ってる単語なの。まあ、英語で言うと What? そう、What、まあ、スペイン語に訳したらケとかコモとかになって当てはまる単語なんだけど、うん、日本語ってさ、ちょっと特徴的で発音の仕方によってさ、ただ何でもさ、ちょっと意味がさ、違ってたりするじゃん。なーにとか、うん、何とか、この場合のフリーザは何なわけだ。だから英語で訳すと、これはねNo way とか、impossible とか、it can't be とか、そういうのあたりの意味を持つと、うん、何なんだけど、
スペイン語版はどうだったかというと、でもよくよく考えたらね、さっき俺が言ったみたいにこう、うん、何って単語の意味に当てはまって、しかもフリーザの口の動き的に一単語、うん、でしかも最後あーって口閉じてるわけ、フリーザ一単語何二音で最後口閉じる単語に訳せるかっつったらかなり難しいと思うんだよ、これ。その結果、やべ、スペイン語に当てはまる単語ないわってなって、マジで。いや、でもこれ翻訳した人めっちゃ大変だったと思う。これがメキシコ版ね。メキシコ版。低い。低いな、スペイン語、スペイン版より低い。おっさんやってるやん。フリーザも低いの。うんか、ふわってすんの。お前じゃん。俺か。言ってることも違うね、スペイン。あ、違うんだ。そうだ。あ、でもちょっとご飯はまあちょっと若干ご飯は合ってるね、なんか、うん、スペインのよりご飯は合ってる。ふんばってんじゃん。で、あ、でも俺がいるよ。ふふふ、誰マジで誰、はいはいはいって言ってよ。日本語版が何で、スペイン版があメキシコ版ははいはい、いやでもこれもさっき言った感じで、うん、一単語二音で最後歯がくっつく単語って何、メキシコの人はアイにしたんだ。まだマシだったね、スペインよりも。確かにスペインのよりなんか良かった、俺スペインのより好きだわ、声。ご飯は特に合ってたよね。そうね。でもね、フリーザの声ちょっと低いかなと思う。はい。おい。おい。おい。スペインのよりは好き、俺は。まあちょっと最後見に行くか。ドドデスペラード、チンコラソン。めっちゃ喋りやん。あー、いいね。フリーザはいい。悟空同じ？メキシコ、さっきのと声ちょっと違くね？違う？なんかそう言うとちゃうな。違うね。日本語版が絶妙なんだよな、あれ。いや毎回違うんだけど、フリーザで言ってることが。けっつってたかな。やっぱけだね。けっつってんな。まあ役としてはね、完璧ではないんだけど仕方ないかなと思う。3つとも違うわけじゃん、最後のフリーザ、うん、同じ言語のはずなのに。そう。だから本当にみんなね、それぞれ翻訳した人めっちゃ悩んだ。日本屈指のアニメ「ドラゴンボール」の名シーンをスペイン語の吹き替えバージョン見比べてみましたけど、どうでしたか？これを改めて聞くと、日本の声優は素晴らしいね。そうだね。いいじゃん。でもね、翻訳とか声優の人のセリフの言い方とかいろいろ注目で聞いてたけど、全然悪くはないと思ったんだよ。だからもっとひどい吹き替えとか俺聞いたことは全然あるから、ある、ね、もう本当に棒読みみたいなとかザラにあるけど、でもこの声優たち普通にうまいと思ったけどね。うまいと思ったんだけど、まあ、本家と比べるとって感じ、これは劣ってるな、当然。うん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 。まあでも俺がちょっと思ったのは、
こうやって吹き替えで見るのが当たり前なのか、それとも字幕で見るのが普通なのか。ああ。だって字幕で見てる人も絶対いると思うんだよね。まあ字幕で見た方がもうオリジナルを見れてるから。そうそうそう。俺はそっちの方がいいと思うんだよね。確かに。俺たちがだってワイルドスピードとかさ、そういう海外の映画を見るときも、俺はそうしてるもん。でお前絶対吹き替えで見られるでしょ。そうだね。ということで今回はここまで。質問リクエストがあればこんな感じで答えていきますんで。炎上マーク。炎上マーク。お願いします。お願いします。じゃあね。はぁ。